はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はい、Welcome to 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 マリアンタカハッピーライフ。ね、食事の時間が来ました。今日はね、今ね、1月のね、9日の、日曜日なんですけども、この間のね、5日ぐらい前のね、ライブ配信で、バンブー杯、フィリピン基地局、サシさんと、アンちゃん、ね、出ていただいた、ライブがあったんですけども、そちらの方でですね、話題になった食べ物があるんですよ。で、まあ、視聴者の、私たちの視聴者でもあるし、バンブーハイの方の友達であったり視聴者でもあるんだけども、東京に住んでるね、佐藤さんっていう、フィリピンの奥さんがいる視聴者の方がいらっしゃるんですよ。で、その方が前に、まあ、あんちゃんに何かお土産何が欲しいって言われた時に、あんちゃんがリクエストしたものがあって、それがね、金のハンバーグってやつなんですよ。で、その金のハンバーグってなんじゃそりゃって最初思ったんだけど、セブンイレブンで売っている金のシリーズの中のハンバーグなんですね。で、それを、ちょっとね、マリちゃんも食べたいということで、まあちょっと少し金額は少しお高めなんだけども、セブンイレブンで調達してきました。ね、マリちゃん、ものは？じゃーん、これですね。これ、金のね、直火焼きハンバーグってこれしかなかったね。だからこれのことなのかわかんないんだけど、金の直火焼きハンバーグ、セブンイレブンの製品なんですよ。まあ、金のシリーズは美味しいっていう風に、話題になってたんで、ちょっとね、食べてみようかな、ということで、買ってきました。じゃあね、早速ね、実食の方に移りたいと思います。はい。はい、こちらがね、実際のセブンイレブンの、金のハンバーグです。バンブーハイフィリピン基地局の、あんちゃん、ね、サシさんの、奥さんのあんちゃんが大好きなお土産に欲しいという、ね、金のハンバーグセブンイレブンです。じゃあ実食していきたいと思います。まりちゃん食べてもらいます。ね。ちゃんが座りましたね。まりちゃんが座りました。じゃあ、あんちゃんのね、バンブーハイのあんちゃんの大好物のセブンイレブンの金のハンバーグ、実食していただきましょう。ね、いただきます。はい、いただきます。どうかな。本当に美味しいのかな。どうですか。本当に美味しいのかな。普通のハンバーグのね、3倍ぐらいの値段するんでね、美味しくないと困っちゃうね。いきます。はい、どうですか、味の方は。美味しいね。美味しい、金のハンバーグ。金のハンバーグ、金の味する？しないけどね。そう。でもあのふわふわ肉柔らかい？肉柔らかい。あ、そう。美味しい。食べやすい。まあこのサラダはちょっと別売なんだけども、ハンバーグだけなんだけど、368円だったかな。ね、のプラスタックスだから、まあ400円ぐらい。なんつ1個ね。まあ具体的に言っちゃうとね。はい、あんちゃん。マリちゃんね、金のハンバーグ食べてまーす。美味しそうです。食べて。誰？私？ねえ、だって、は？ちょうだい。何をちょうだい？ちょっと待ってね。私もね、タカの方も金のハンバーグちょっと行ってみたいと思います。どんな味かね。あ、柔らかいね。柔らかい。これね、金のハンバーグ、いってみます。柔らかい。
なんかね、ハンバーグステーキの専門ショップで食べてるハンバーグみたい。柔らかいです。で、ちょっとこうボリュームあって分厚くて、とてもなんかレトルト冷凍食品とは思えない美味しい感じ。うん、これね、セブンイレブンの金のハンバーグ約400円ね、一人分ね。うん、でサラダも入れてるから一人分大体500円ちょっとぐらいになってます、おかずだけで。美味しいです。はい、どう？どう？美味しいね。美味しいよね。うん、高いか。高いか。あ、そう。なんだっけこれ。何よ。名前。何や。これの名前。金バーガー。金のハンバーグ。金バーガー。美味しいね。うん。うん、ね、はい、はい、ごちそうさまでした。はい、例のね、この間の、バンブーハイ、フィリピン基地局の、サシさんと、あんちゃん、あんちゃんね、コラボした時に、まあ、あんちゃんが、お土産にぜひ欲しいものは日本のセブンイレブンの金のハンバーグっていう話で話題になりましたんで、ちょっと今日早速金のハンバーグをセブンイレブンで買って食べてみたわけですね。もともとはなんか佐藤さん、視聴者の佐藤さんにあんちゃんがお土産で欲しいってお願いしたらしいんですけどもね、佐藤さんね。うん、で食べてみたんですけど、どうだった、まりちゃん、味は。美味しい。どんな感じに美味しいの。どんな感じ、美味しい。うんうん、どんな感じ。うん、いろいろあるじゃん、味とか柔らかいとか、硬いとか、なんとか。何をびっくり。食べてる時言ってたじゃん。うん、なんでもう忘れちゃったの。え、食べてる時いろいろ言ってたじゃん。だから美味しい。美味しいはわかるよ。誰でもソフトでしょ。何か味ソフトなんで柔らかいんだよね。うん、なんか柔らかいのなんかすごいね。ソースは違う。あの、歯がなくても食べれるんですよ。ね、歯がなくても食べれちゃうようなぐらい柔らかいお肉で、でデミグラスソースもこう甘すぎなく、かといってしょっぱくもないちょうどいいような感じで美味しかったで、まあちょっとね、サラダ、セブンイレブンのサラダね、ちょっと横に添えて食べたんだけど。まあ、そのサラダもそのデミグラスソースでちょっと食べられちゃうような感じで、なかなか良かったと思います、ね。まあ、あんちゃんが美味しいっていうのも一理あるなと思って、うん、フィリピーナさんも納得の味みたいな感じですね。はい、美味しかった、美味しかったね。うん、まあでもサラダとハンバーグでね、両方でね1200円ぐらいしたんですよ。だからあとライスがまた別でしょ。だからもうお店 で出てきたとしたらやっぱり、1300円とか1400円とか、うん、そのぐらいはするんじゃないのかなっていうようなものが自宅で食べられるっていう感じ。まあセブンイレブンのね、金のシリーズって僕他には食べたことあったけど、ハンバーグは初めてだったんで、美味しいです。普段食べるハンバーグの4倍ぐらいする値段だったんでね、それは美味しいよね。うん、なのでぜひ皆さん、特にフィリピーナの彼女、フィリピーナの、朝はがいる方なんかはぜひ2人で金のハンバーグ食べてみたらいかがでしょうっていうマリアンとタカからの今日の提案でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします、ね、またサシさんとアンちゃんとコラボした、ライブの方もアーカイブありますんで、ぜひご覧になってください。見てない方はよろしくお願いいたします。では、せーの、
バイバイポー、またねー、バイバイ、 See you again。